はい。何が始まるんですか、今から。はい、じゃあ、父ちゃんの質問。なんで、はい、気温が変わると空気の密度が変わるんですか？ああ、気温が変わると空気の密度が変わる理由は、分かるような気がするけど、分からない。分子、空気って、分子なんですけど、分子の、その動きが遅くなるんですよ。分子の動きが遅くなるってことは、体積がちっちゃくなるんで、体積が変わるから密度が変わるっていうことですね。なるほど。なんか単純にこう風船みたいに膨らんだり縮んだりってイメージだったけど、はい、動きの問題なんですね。あ、そうなんですよ。分子が、はい、動いてるから、それがの動きが鈍くなるんで、寒くなるとその分体積がちっちゃくなって、密度が変わるんですよね。なるほどね、はい。ちなみに寒くなると密度が上がるでしょうか、下がるでしょうか？寒くなるとですね、体積が下がるんで、すいません。わかんないな。密度が上がっちゃうの？そう、体積が小さくなると密度上がりますね。逆のイメージ。だから、圧縮されちゃうのか。バイクのレーサーのセッティングとかがガーッと変わるんだよ。そっちなんだよ。でもそ、なんでそんなのかがみんな分かってないんですよ、ね。ああ、なるほど。例えば、赤道直下やったらすごい雨が多いんですけど、それは太陽光線が直で当たるじゃないですか。ってことは暑くなって空気がすごい運動をしてすごい体積が大きくなるんで軽くなるんですよ。その分どん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 上に上がってって、それで雲ができて、それで雨がめっちゃ降るんですよ。じゃあ、あったかいのが上上がるっていうのはそういう理由なんですね。あ、そうですね。なるほど。あ、ダブルだから低気圧ができやすくて、でそれで雨がめっちゃ降るんですよ、熱帯地方は。勉強になるわっていう感じですね。だから寒いと暑いのでこう空気が変わるんですね。そうですね、動きだったんだ。はい、分子の動きで。勉強になりました、はい、ありがとうございました。乾杯でございます。ありがとうございました。すごい戦いなんですかこれ。ゲームですよ。決して炭素をいじめるゲームではありません。よかったです。ありがとうございます。試してるけどね。